久々にセミナー動画ですよ。はい。ちょっとセミナーのアシスタント、セミナーアシスタントや、お前。運転手兼カメラマン兼セミナーアシスタント兼社長マネージャー。はい。いた？それで。はい。はい。まあなかなかちょっとなんかセミナー動画をなんか皆さん最近なんか撮ってほしいってことで、撮ってほしいとか、はい、たまにコメントくるけど、まあもうないのもこうやって。はい。まあちょっとね、なかなか時間が取れなくて、まあちょっと急遽移動中に撮ろうかっていうことになって。はい。まあちょっとサムネきつい話になっちゃうかなと思うんだけど、サムネって聞けば、はい、またサムネ詐欺みたいなところになっちゃうかもしれんけど、はい、なんかさ、まあ俺よう、いや本当にもう本当に言うやん、やめてけって、はい、普通に言うやん、はい、日常茶飯事のごとく。そうですね、うん、でもコメント欄でもよく言われるけど、こんな社長無理とか無理じゃないとか、まあね、あのいい人悪い人とかいろいろ言われるじゃん、はい、だけどなんか俺は一つそのこれ視聴者、まあ、経営者の人とかだったら特に、考えてほしいんだけど、はい、俺も経営者っていう職業だよね、はい、だからさ、なんか俺はまあ気をつけ、本当に気をつけとる。だから自分的になってないかっていうの、自分的になってない、その自己的、あ、はい、自分の身勝手になってないかなっていうのは気をつけるようにしよう、はい、まあ何でもそのなんか会議やとってもミーティングやとっても、はい、あの今言った企画会議とかもやるじゃん、はい、ああいうネタ会議やとっても、うーん、なんかこれって難しいんだよね、リコとリタっていう世界って、はい、うん、これその本当にさ、俺清和塾ってあの稲森和夫、稲森和夫知っとる、はい、名前は聞いたことあります。何回も言っとるだろお前、はい、ほらネタで言っとんかそれ。伺ってます。コント的に言っとんか。はい、京セラのね、稲森和夫で清和塾ってところで勉強できとって、俺もその本当に本読んで、こいつすごいなと思ってさ、まあ、こいつだよな、この人だよな、はい、で塾行って、まあ、その人に会ったの一回しか会ったことないけど、はい、遠くから見ただけだけど、まあ、近く通ってたけど、あ、まあ、そのレベルだけど、何万人のところにおっただけだよね、はい、これ、はい、ではさ、まあ、リコとかリタとか、まあその時はもう経営者はもう7年8年やっとったから、はい、考えさせられるところもあったけど、うん、うん、だってそのミーティングやっとっても何やっとっても、うん、なんかもうめんどくせえなそれみたいな感じでただ行っちゃう時もあるじゃん人間って、はい、うん、でもなんていうかな、例えばじゃあね、編集長がさ、はい、やっぱ中学生みたいなノリの企画上げてくるやん。上げてくるじゃんお前も。はい、そうです。私もYouTuberっぽいやつ上げてくるじゃん。はい、やった、コムドットが好きだったんだっけ。はい、だそう、まあね、そのコムドットさんって言えばいいんかな、まあ、先輩っていうかね、はい、先輩じゃないけど別に年下だから。別に会ったこともねえし、はい、で、あの、まあ、そういうコンたちがやるような動画と、まあ、違うわけじゃん。俺らの目的って何って言った時に、もちろん数字は絶対伸ばしてかなあかんのだけど、はい、その数字の中に質、気品っていうかさ、まあ、品なんかねえじゃんって思うかもしれんけど、俺の中の品ってあってさ、はい、職人さんが見てかっこいいなっていうか、その俺がうわーいとかさ、うんこーとかさ、ちんこーとかさ、セクハラまがいのことやっても、はい、それはちょっと違うでしょみたいな世界観があって、うん、それがじゃあ自分がそうだからなのか、作りたいもんがそうだからなのかね、はい、で俺はまあなんかそれはすごい気をつけてる。でも結構、まあ、言うじゃん俺、はい、きついこと言うじゃん、はい、うん、だけどなんかそのやめてけっていうその言葉って、俺はそのさ、まあ、単純にやめてけっていう言葉だけを明日言ったら俺良くないと思うな、はい、そうですね、うん、でそれって関係性だと思うんだよね、あ、全てが、まあ、最近勉強会とかでもコミュニケーション力、コミュニケーション力ってやるけどさ、はい、コミュ力って何って言ったら1日で作れんじゃん、はい、それ対お客様でもそうだよね、そうですね、対お客さんにもいきなりさ、はい、いやもうそんなこと言うんだったら帰って行ってくださいよとか言って言えんじゃん俺。言ったらアホやろ、やばい人です。、うん、だけど社員に対して、はい、まあ俺もできるだけなんていうの、身内っていうか家族っていうかさ、うん、仲間として接して、うん、でお前もそうじゃん、まあ、入ってきて何、俺のチームの下に来てどんだけになる、まあ、3ヶ月、はい、でもうお前じゃん、はい。だからそれって多分腹立たんと思うんだよね。そ
そうですね、うん、これね後ろ向きの時にピコハンマー殴られたやつもさ、はい、今日、あ、今日ちょうど上がったんじゃない上がりました。そうだよ、今日だよ、ね、俺も朝コメント欄見とってさ、はい、もうすでに塗り替え道場したいって絶対頭出すやんみたいな書いてありましたそうそうそうそれってじゃあ俺は普段画面映らんとこで、はい、自分勝手なことやってわーって言って緑ってさ、はい、これやっとけあれやっとけって言って、まあ、もちろん俺の雑用みたいなもん頼むじゃん、はい、だけど俺は一応これでも相手の気持ち考えながらでも俺も経営者として、はい、やっぱやるべきことやらなんだからお前がマネージャーにおる以上、はい、時間作っていろんなことやらなあかんわけじゃん、はい、で俺も俺でその全速全開で叩かなかったんでしょ、はい、それやっとるから多分払ってたのかなって思うんだな。うん、確かに、うん、だけど俺はもう本当これあの視聴者の皆さんあのよく言うんですけど俺は社員に対して本当に言うのは俺も全身全霊で君たちも戦っているから、はい、別にあなたたちがいやそんなことしたくないですあれですこれですめんどくさいですだったら本当にいつ辞めててもらっても構わんし、はい、俺はこれお金もらって教えてんじゃないって、うん、ここ学校じゃないからねって、はい、あなたねってお金を払ってるんだから、はい、やるべきことをやるとこための会社だよってこれ学校じゃないよって、はい、コメント欄よくあるじゃんお前学校みたいなこと書いてくんじゃねえよみたいなコメント欄あるじゃん、はい、もうその全部削除しちゃうけど、はいなんだこんなやつの下で働きたくないわとか働けんはどうだわこうだわとかマジ無理だわ殴ったるわとかあるじゃん殴ったるわまではこんなん俺こんなん言われたらしばくけどなとかあ最近お前ちゃんと非表示にしてとるじゃない、まあ、あの非表示にするじゃんうちあの着信拒否みたいなもっとできるじゃん、はいうん、でもめんどくさいんだよその毎回消すだけでも時間かかるんだな確かに3秒ぐらいはかかるんだねちょっと時間かかるだろグリグリってなるんだねだから1個消すのに3秒ぐらいかかるだろ、はい、一括削除パソコンからだったらできるけど、はい、あれも微妙に重たいだろうなんか、はい、重たいよなあれな、まあ、俺はそういう中で、まあ、はっきり決めてるし俺がもしでもこれやんなかったら雑草カットしなかったら、はい、やっぱ俺って一番雑草カット能力高いじゃん殺傷能力高いじゃん、はいうん、だけどやっぱじゃあうちの営業責任者とかさ現場責任者とか職人責任者とかいろんな人たちも成長してやっぱ厳しいことも言えるようになってきてるし、うん、だからってあの悪者になってほしくないの俺は、はい、だからいやそれでお前らがわーわー言って下がついてこん下が悪いって思うんだったら俺はお前自分が悪いんじゃないってよく、まあ、言ってるでしょ俺結構いつも知らんから、はい、責任者と喋ってるの聞くだろ、はい、だから俺はそういうのが大事なんじゃないかなと思うんだ自分が一緒にそれで相手がなんかやっぱ俺緑にもちょっと嫌われてんのかな、うん、あの足場にも嫌われてんのかな営業にも嫌われてんのかなって思うようになったら、はい、やっぱ黄色信号っていうかさ赤信号だってもっときついこと言えんくなっちゃうもんねあ俺人間関係やってるからきついこと言えるんだよな、はい、でもあのコメント欄によくあるようにもう俺なんかすごいブチギレキャラみたいな思ってるけど動画の中で切れるけど本当は全然切れないんですよ切れんよなそうですね切れとるのもなんかコントみたいな「おいばあの手前たけ!」とか言ってるけど、はい、なんかもう人格否定みたいな切れ方死んでしょそうですねちゃんと切れるのには訳があってうん切れとるよね切れてるじゃあ切れてるやねんかだなな怒ってるというかうんでもカーッとしとるってないだろぶっちゃけそうですねあこの人本当にもうイライラしてるわっていうのないだろはないですねパフォーマンスで怒ってるっていうかお前みたいにしとけよタゲーって言ってあの朝の遅刻動画なんかまさにそうだよなもう本当あんな感じだろそうですね普段からはいでも相手もまあ半分笑って半分あれだけどまあみんな自立してるからちゃんとうちの人間はい、うん、だから別にそれをダサいもダサくないもないしじゃそれで行動変わんないのはダサいよはいだけどうちの人間本当行動変えていくじゃんちゃんとはい、だから俺は素晴らしいと思うし俺はいいと思う、はい、でみんなもこうやって動画見てて、うんまあ、セミナー動画好きですって言ってくれる子たちって自分が成長したいって思ってる子だから、うん、だから相手がどうかっていう、うん、難しいけど相手がどうかでも相手に合わせるのはまた違うと思う、はい、相手に合わせて自分を変えていくあ、うん、だけどその相手に合わせて自分を成長させていくっていうかななんか相手に合わせすぎちゃうのも良くないじゃんそうですねなんちょっと難しいよななんか
つうのかな、相手に合わせてなんか自分を殺すんじゃなくて、あ、はい、やっぱ、うん、コミュニケーション力高めて、なんちゅうんだろうなこれな、その相手に、うん、やっぱ自分の意見も言えなきゃいけないし、はい、うん、でもその意見がやっぱ、あ、ちょっとこれ違うんかな、みんなの反応見てるとって思ったら変えてかなかんし、はい、だけどやっぱそのね、まあ、俺もよく言うけど腐ったみかんみたいなのが広がって、当たり前の世界がどれぐらい低いところにあって、はい、いやこれはもうさすがに無理だなっていうところまでやっぱレベルが下がってっちゃったら、はい、やめてけって、別にいいよって、やめたいならやめてけよって、でも俺はここまでは絶対やれると思うから、うん、これをやれないんだったらあなたたちいいよって、別に明日はやめても問題ございませんよって言うわけでしょ、はい、で逆に俺本当に嫌いな人なんかもう喋らんだろこれ。そうですね、冷たく静かに攻撃してくだろ、うん、まあまあいいよ、やらんならやらんでいいんだけどって、はい、うん、じゃあもうお前必要ないからもう現場行ってくれよとか、あ、営業管理みたいな俺も言うよな俺、はい、おいまあでもそんな感じかな。だからまあ俺はまあそのまあね、タイトルは多分全員やめてけみたいな、はい、タイトルになっとると思うけど、それをなんかやっぱ勘違いしてほしくないし、はい、うん、で今ね、今時の若い子はどうとかこうとかって思ってみんなが悩んでんだったら、やっぱ自分の中にも改善があるし、うん、でもちろん俺みたいに働けんってさ、よく俺経営者とかに会うと言うの、なんで俺はこんなにできるのに社員ってここだよねって、あ、はい、当たり前だよな、収入も違うし、ちゃんとやったらやったらもらえるんだぞって、はい、こいつら固定給だぞって、はい、それ当たり前だろって、じゃあここにするためにはじゃあ金出したってもいいやんな、お前やってみようって言って、リスクない範囲内ね、はい、儲かったら儲かった分全部やるわって、うん、その代わりにね、例えばまあ簡単でもいいじゃん、100万しか投資してないんだったらね、 100% だけ100万だけちょうだいって、うん、まあ、100% 偉いかもしれんけど、3年後に 50% ずつちょうだいでもいいじゃん、まあ、100% ぐらいだったら払えるかもな、不動産でも、まあ、よく言うよな俺も、不動産でも 10%20% のリターンだから、それはまあ 50%60% ビジネスだったら返ってこん可能性あるからな、その100万投資しても、あ、だよな、はい、取ってた人が気になるんだろう、いや、え、これ俺に集中しろ、はいまあちょっと会社ついちゃったんであれですけど、はい、うん、まあ、まあ俺の伝えたいことはまあそんなもんかな、はい、伝わった、コミュニケーション、コミュニケーションだった俺もなまとまとまりねえってよく書かれるでまとまってないんだけど、まあ、なんとなく感じてくれたらなと思う。でもコミュ力、本当にでもコミュ力だな、確かにそうですね、うん、いろんなコミュ力ってあるけど、俺結構言ってコミュ力高いでしょ多分、いや、なかなか滑舌とか、はい、あって詰まったりしてってなるけど、はい、全身でコミュニケーション取っとるだろう、そうですね、うん、で、まあある程度、まあ、信頼されとるって言ったらかんけど、うん、信頼も受けとると思うんだけどな俺は、社員からはい、受けてると思います、なんかちょっと目が笑ってね、あ、どう、マジでぶっちゃけ、でも信頼は本当に結構厚いというか、うん、信頼は厚い、はい、何が低いの、いや、モラル信頼は厚いけどモラルは低いちょっとまあだけどまあ本当にそうですよ、でそれの方がもう絶対近道の、あの遠回りに見て近道、うん、でお客さんが喜ぶのに俺がどんだけ厳しくして、じゃあ現場タバコ吸うな、あれやんな、これやんな、もうバチバチにルール作っても、はい、この百何十人とか動いとんなもんでさ、はい、そんな絶対に悪さするしか見てないところで、そうですね、いやもう絶対君にあのラオみたいな感じで攻撃してったら、はい、だけどこの会社を良くしたいって思う協力業者さんたちとかさ、職人とかさ、営業がさ、本当にこの会社を良くしたいってみんな思ってくれてるじゃん、はい、まあ、大なり小なり、はい、で俺は多分そういう思いがない、ただ私は権利だけ主張してくるやつらはじゃあお前らって、俺は特にこれ1台で作ったから、お前ら自分の先輩見てみって、5年前に、まあ、お前にも言ったことあるかもしれない、5年前10年前に来た人、お前有給もなんもねえぞって、毎日10時10時まで働いた人たちがお前の先輩なんだぞって、はい、それを今当たり前のようにお前言っとるけどって、それお前頑張って言えやって、もうそこまでお前に言ってないけど、まあ、大体辞めていく人はそれ言うよな、はい、そのきつく言わんじゃん、でもそれな、本当に普通に静かに言うじゃん、はい、まあ、こうだよって、あなたたちの先輩って
でもあなたも死ぬ気で頑張りたい、やりたい、うん、この会社で、ね、骨うずめたいとか言って入ってくるじゃん、みんな嘘ついて、はい、だけど骨うずめるような行動じゃねえやんお前って、はい、でそれが俺はその、まあ、叩かれる要因にもなるんかもしれんけど、まあ、別に俺は俺の会社だから、まあ、よその会社は俺本当に知らないってみんな社員にも言ってるし、よその会社はどうとかは俺も全くもって関係ない。ただ俺、うん、俺は入る時にもそれこれ絶対言うじゃん、新卒採用でも絶対言うじゃん、うちめっちゃ厳しいぞって、はい、で入ったら案外楽だったろうっていう感じだろう多分。楽ではないですけど。楽だお前ら、お前はい、すいませんいやそれ楽じゃないけど、そのじゃあ でも世間ではそうだ、残業当たり前バチバチだし、営業なんかそうだぞ、はい、8時9時に 帰れんとかまでやってるって当たり前だぞ。そうですね、大手全国、あの大手企業、中小企業でもそうだぞ、営業なんか、はい、でうちってまあまあだんだん早く帰れるようになってきてるし、はい、うん、休みも多いだろう、法定よりあるだろう、まあ、大企業になるとそれよりあるかもしれんけど、はい、115あるだろう、あります、この中小企業でこの10億ぐらいの会社はそんなないぞ。まあそうやって言っても、すでに俺は他の会社で比べてるけどな確かに比べちゃってるけどなある意味比べちゃう。でも俺はまあそう思ってる。でもまあもっといい会社も絶対あるし、もっと悪い会社もいっぱいあるし、まあ、その見ても俺もそういう、もう本当に10年ぐらいそういうのばっか見とった。あ、よその会社給料これぐらいなんだとか、もうでも俺そういうことに悩まなくなったな。あ、最初周り見てこうしようとかやってたんですか。そうそう、人間ってなるだろう、お前もならんじゃん、ね、人間ってみんななるだろう、はい、じゃあインスタとかさ、女の子とか見て、あ、こういう服が流行ってんだ、じゃあこれ買おうとか。あ、全然あります。それってさ、合わせてるわけじゃん、私はこれ着たいじゃないわけじゃん。はい、だから仕事の、まあ、経緯に対しては、まあ、だんだん、まあ、もちろんあるよ、いろんな会社の勉強しながら、はい、こんなコロナだからね、うん、まあまあ、じゃあどこもボーナス払ってないとかあるじゃん、はい、あ、まあそうだよなって、こんだけで売り上げどれぐらい減ったのって、まあ、こんだけって、あ、そうか、ボーナスどうしたって、まあ今回申し訳ないけど謝ってもうなしにしたよとかも聞くしさ、うん、まあ俺はじゃあそういう意見も聞きながら、意見も聞きながら、もちろん自分のやれる範囲内で、じゃあこんだけはやるわって言って多分やったと思うんだ、今年も、まあ、今年4月もそうだな、給料アップだからなくなっちゃったね、もう。まあまあそんなもんですよ、はい、まとまった視聴者の皆さん、久々に車の中で撮ってどんだけ雑なんだと思うけど、はい、うん、まあでも本当に俺もう本当に嘘は隠しない、もう真剣な話だなこれな、はい、会社で言ってること本当だよな、ね、作り話でも何でもないし、はい、ただ俺もじゃあ言ってることが全部やれてんのって言ったら、もうそうでもない。でもそういう憧れのもと一生懸命コツコツ成長して、明日また一歩成長できたらいいなと思ってやってますんで、まあ皆さんもなんかね、この動画聞いて、せっかくセミナー動画だってコメント欲しいな。そうですね、なんかね、はい、セミナー動画、久々のセミナー動画楽しかったですとか言ったら、またちょっと頑張ってこの移動中にでもちょこっとこういう話撮りたいなと思うんで、はい、何か一つでもなんかみんなのね、まあ、成長って言ったら偉そうだけど、はい、うん、なんか、ああ、なんかこういうので勇気もらったとか元気になったっていう言葉があれば、またちょっと頑張って移動中にでもこうやって撮ろうかなと思いますんで、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。セミナー動画どうだったか、はい、またねだったっけ。